大イケルダムは、熊本県阿蘇郡宇部山村の大の、川水系大祖川に建設されたダムである。旧来、水不足に悩まされてきた大分県、熊本県県境付近の農地に、農業用水を供給することを目的として1979年に、本体工事に着工。樹液計画面積は、計2158ヘクタールで、うち、 大分県武田市が1631ヘクタール、熊本県阿蘇市及び宇部山村が527ヘクタール。当初は1987年に完成する予定であったが、建設地の地盤の問題などから2度の計画変更を余儀なくされた。2006年にも給水を開始する計画であったが、2005年3月に停滞が完成して、試験淡水を行ったところ、貯水池の土壌に、 当初の予測をはるかに上回る浸水が確認され、計画は延期された。2008年8月と2009年4月に試験的な給水を行い、2009年度からは供給能力は計画の半分程度にとどまるものの、一部で農業用水の利用が開始された。農林水産省は2010年度から斜面の一部で試験的にコンクリートを吹きつける漏水対策を 行い、2013年度から本格的に、漏水対策工事を実施した。1986年の供用開始予定から34年遅れて、2020年4月に、供用を開始した。しかし、相次ぐ計画変更や、補修工事の結果、総事業費は、当初の130億円から720億6000万円へと、大幅に増加した。さらに、供用開始後にも、 想定の7倍を超える浸透量の漏水が発生している。ありがとうございます。